細い路地に佇む水色が目印のこちらの自動販売機、上には海外のドリンク、下をよく見てみるとコーヒー味やチョコチップ味など5種類のビスケットが売られています。このビスケットを作っているのはこちらのお店、六甲道で2020年からオンラインでお菓子を販売しています。パティシエはイギリス人のピーターさんで、彼が作るビスケットは本場イギリスの味が楽しめると全国各地から注文があるそうです。ネット販売が好調の中で自販機を置き始めたのには理由がありました。まずね、そのオンラインだけなので、うちはここなんかありますかとかって入ってこられるんですけど、何もないっていうのがあまりにも申し訳なくて、ちらほらだんだん自販機やってはる方とかいるじゃないですか、お出汁とか。でうちやったらどうなのねって言ってやり始めました。ご近所にも気軽に本場の味を知ってほしいと9月から自販機を始めたところ、そんなにお客さん来ないと思った、実はね、自分で。そうそう、いいと思ってて ね、だけど、すごいびっくりしたね。早い時には昼に売り切れることがあるほど売れ行きは好調のようで、この日も近所の方がビスケットを買いにやってきました。アールグレイのショートブレッドを買いました。イギリスのとかって珍しいから、ちょっとなんか甘いもの食べたいなっていう時にいつでも買いに来れるわと思って何回か来させてもらってます。ピーターさん夫妻に本場の美味しいビスケットの食べ方を聞くと、ダンキング、ダンキング、ビスケットを紅茶につけてベッド食べるっていう。ダンクはイギリス語で浸すという意味で、紅茶の本場イギリスでは定番の食べ方だそうです。自販機の中でダンキングにぴったりなビスケットはというと、ジンジャースナップス、結構硬いんで生姜の味だけど、紅茶と一緒になんかダンクしたら味またちょっと変わるんですね、イギリスのシンプルなお菓子ってすごく日本人に合うと思うから、もっと知ってもらえたらいいのになって思いますね。たくさん種類ありますから、そっちをなんか紹介したいですね、皆さんに。